あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで前回はね、こんな感じで結構カラフルな感じで文房具を揃えて、まあ庭ができたので今回は家の中やっていきたいと思います。お、段ボールがある。何やろ、ちょっと待って。はい、開封。あ、それ外に置いてしまったんだけど、またか。とりあえずじゃあ最低限置くのはこの2つだけってことね。 OK。 じゃあとりあえず壁紙は新しいのこれ、キャンパス壁紙、これやね、文房具。あー、なるほど。ノートの罫線が入ってるってこと？で、床。これ？ニュー。キャンパス絨毯。お、すごい。なんかちょっとごちゃっとなっとるけど。でも可愛いね。ノートを開いとる感じになっとんや。へぇー。んで、じゃあ次、窓。窓は別にこれでいっか。じゃあカーテンが、この子なんか、チェックが好きみたいやけん。ちょっと、チェックにしてあげよう。と、ミント銀ガム、イチゴ銀ガム、レモン銀ガム、若葉銀ガム、ベリー銀ガム。ミント銀ガム。あ、これちょっとおしゃれかも。ね。緑、すっきりした感じやし。意味がわからんけど。で、じゃあちょっととりあえず、キャンパス系を。キャンパスベッド。あ、ベッド置いてたわ。あ、ごめんね、ガーンってなった。でもここにあるもん。てか思うんやけどさ、このベッドめっちゃ硬そうじゃない？ほら、絶対、ガッチガチやって。これ、色変えれるんかな？お。ピンク、ブルー、グリーン、バイオレット。イエロー。あ、それぐらいか。どうしよっかな、色。じゃあ、ちょっと。バイオレット。この色可愛くない？リメイク。んで。まあ、よく置く場所だけれども、端っこに。んで、ちょっとベッドの横に、ライトを。そこで本を読んだりとかするかもしれないから、シンプルでいっか。なんかあの床がカラフルやけんさ、あんまり派手にしてもなっていうのがあるんよね。ミックスウッドのランプ。これを置いといて、あ、でなんか、仕切りあったよね。パーテーション？どこ？あ、これ。ついたて。ジュニアペンシルついたて。これかわいい。これを、ここかな？ここ。なんかめっちゃ隙間あるんやけど。今まで以上に隙間が気になる気がするけど、まあ、でもこれ以上いかんもんね。まあじゃあこれで。あと、じゃああの、あれだ。ペラペラのクローゼット。これどうや、中身入らんことない。薄いよね。あ、開いちゃった。超薄い気がするんやけど。しかも斜めやし。端っこのデッドスペースとかを活かしておく家具っていうことかな。んーで、あと、三角定規テーブル。これ真ん中にドンと置こっか。めっちゃでかいし。どのあたり？このあたり？でもな。もうここひっつけてもいいか。通れんなるけど。仕方ないよね。こんな感じで。あと、椅子。あ、ソファー置こう、ソファー。あの、外で一旦取り消してしまったやつ。角消しソファー。へい。
いいね。カド消し最近見かけん気がするけど。まだ売り売りよね、別に。うん、いい感じ、いい感じ。私も昔、出た頃はカド消しとかめっちゃ買って使いよったけど、最近は使ってないな。普通に100均の消しゴムを使ってる。100均のさ、なんか、めっちゃいっぱい入ってるちっこい消しゴムがあるやん。ああいうやつを使いよる。なんか別に消しゴムのデザインとかいいかな。いいかな。うん。消えたらいいんだ、消えたら。なんかよくね、キャラクターの形した消しゴムとかあるけど、ああいうのってさ、消えんくない？文字も消せる、みたいなこと言えるけど、え、消えませんけどって思うよね。だけん私は、100均の、テレビどこだっけ？ここか。100均の、もう普通に、シンプルな、ちゃんと消える消しゴムを使う。でもって私はすぐになくしたりするから、これも色変えれるん。ブルーストライプ。ん？オレンジストライプ。おー。うん、すぐになくしたりするけん、ちっこいのをいっぱい。ちっちゃいけんなくすんかもしれんけど。まあまあまあ。普通にブルーでいっか、最初の。じゃあこれを。テーブルの真ん中。真ん中っていうか、奥の真ん中。なんかテーブルの上に置けるテレビがさ、限られとるやんか。この辺とか置けんし、これも置けんし。これは、あ、これも、地べたやったかな。んーで、あ、パソコン置いとこ。パソコン。今時の子はきっと、勉強でパソコンを使うはず。暇時の子は？私も使うけどさ。レポートまとめたりとかするけどさ。んーで、あと、まあね、マロンちゃん女の子やろ？女の子やけんこっちの可愛い系で。ほら、棚の上に、ペン立てとか乗っとるしさ。文房具、文房具。んーで、あと、どこだ？文房具が好きってことはきっと文学系ってことだから、本を、マガジンラックでいいかな。文学系とか言いながら思いっきりなんか漫画雑誌とか入ってそうやけど。まあ、それも日本の文化だ。よいしょ。んーで、あと置くもの。左側がスカスカないよね。どうしよう。あ、女の子やけん、兄弟でも置いてあげよっか。ドレッサー、ドレッサー。え、ドレッサーってどこにあるの？ここかな？あれ、どこにあるっけ？こっち？ここかな？え、違う違う。どこだ？あ、この辺か。あ、この辺だ。シンプル、プリンセス、リゾート、ロイヤル、ラブリー。リゾート、プリンセス。まあ、シンプルでいっか。周りがごちゃごちゃしてる分、シンプルにってね。で、ドレッサーの椅子。ドレッサーの椅子はね、私丸っこい椅子がいいなって思いよるよね。丸っこい椅子。あ、これこれこれ、こういうの。マシュマロの椅子。座り心地も良さそう。キラーンってなった。よし。あと、ちょっとなんか飲んだり食べたりしながらテレビを見れる感じに。ってことで、こっちじゃない、こっちか。こっちで、飲み物、ソフトドリンク。んで、あ、これリメイクできる。お、オレンジジュース、メロンソーダ、お、すごい。アイスコーヒー、コーラじゃないんや。アイスティー、ホワイトジュース。ホワイトジュースにしよう。あれやろ、アンバサとかそういう感じやろ。はい、これで。あと、フルーツ置いとこっかな。フルーツの盛り合わせ。どこ？こっちの方よね。うんうん。
これで、フルーツバスケット。なんか小学生の時とかさ、フルーツバスケットっていうゲームしよった気がする。なんかルールいまいちよくわからんけど、フルーツバスケット。どんなゲームやったっけ？なんかフルーツバスケットって、なんか、円になってさ、なんか椅子を円にして座っとって、あ、別に椅子なくてもいいんか。円になって座って、で、なんか、自分で果物を決めるんやったかな。果物を決めて、で、なんか、なんとか、まあ、ぶどうとか言ったら、そのぶどうの人だけが椅子を入れ替わって、みたいな。場所を入れ替わって、で、フルーツバスケットって言ったら、なんか、全員が入れ替わって、で、なんか、座れんかった人が、真ん中に行って、その命令するっていうか、指示する係になるみたいな感じの。あれって結局、別に、負けとか勝ちとかないよね。あったんかな？私がちゃんとルール分かってないだけかもしれん。小学校の低学年ぐらいの時に流行った気がする。時計新しいのある。細身クロック。ハサミやハサミ。これも変えれる？あ、変えれる。私もね、ハサミはね、なんかコンパクトなやつ使っとるよ。レッド、グリーン、ブルー、オレンジ、パープル、ブラック。どれかな？どれかな？ブルー。で、正面つけとこっか。私もハサミは、コンパクトで、あのなんか収納できるケースがついとってさ、あの、ペン型なんよね。ペン型で、ペンケースとかにさ、スッて入れれる感じのやつ使いよる。柄はね、スヌーピーなんやけど。私、スヌーピーめっちゃ好きやけんね。だから、ほら。犬小屋っぽい家にしたいとか言ってさ、マロンちゃんの。で、スヌーピーの家も、屋根赤いしね、とか言いながら前回作りよったけど。で、エアコンもつけとこっか。エアコン。はい。で、窓の上のデッドスペースを埋めると。んーで、あ、世界地図。この辺に貼って、まあ、ここで、座って、勉強したり、パソコンをしながら、まあ、横で世界地図見て、世界史の勉強。何歳か知らんけど。世界史ってなったら、高校？でも中学生でも別に、世界のことも習うしね。うん、こんな感じで。どうだろう。よろしいかな？あと別に、新しいやつ。三角定規、キャンパスベッド、クローゼット、ドットライナー外に置いたし、別に傘とか服は、いいよね。てか今回なんかセンター試験のやつでさ、三角定規ではなかったんかな？普通に定規か。定規を使って、なんか違反でアウトになっとった人とかおったことない。何しに定規使ったんか知らんけど、別に定規を使うように言われてなかったんなら使う場所ないと思うんやけどね。定規を使ってセンター試験違反でさ、また受験やり直しって言っても今年中じゃないわけやん。また来年やろ？かわいそすぎやん。まあ、その子がちょっとね、不注意やったんかもしれんけど。ほい、出来上がった。多分。うん、できた。もうできちゃった感じ？ワン、ツー。ほい、完成しました。どうだろうか。やっほー、できたのね、ワン、ツー。わっほー。マロン様、文房具のお部屋。どうでしょう。どう？いい感じ？
あ、真ん中のさ、テーブルの下ラグ引けばよかった。あの、外にも使ったやつね、キャンパスの。ちょっと絨毯がごちゃごちゃした感じの柄やけんさ、その辺でまとまりを出した方がよかったかな。お、使ってくれてる。角消しソファー。あれ、座り心地いいんかな？なんか文房具の形しとるやつってさ、全体的に全部硬そうに見えるんだけど。どうなんだろう。あ、でもあっちのさ、ペンケースみたいな形の椅子？あれはいい感じ。それね、座って横向いとくものじゃなくってさ、ドレッサーに向かってくれたら嬉しいんだけれども。あ、そっか、外があるね、外が。寝てる。ベッドで寝なよ。まあ、でもほら、天気いいし、ポカポカしてそうだからね。もうこの季節やったら山の上って結構寒い気がするけど。ずっとそこに座ってるね。なんかちょっと他にすることとか、ほら、ドットライナー見てみたりとかさ、どうでもいいけど。私的には。でもほら、文房具好きなんやったらさ、寝てるよ。寝るしかないのか。へい。でもこういうとこってなんかご近所さんとかもおらんけんさ、ゆったり過ごせそうよね。まあ、近所付き合いがしたい人とかやったら寂しいかもしれんけど。へい、完成。わーい、あたい気に入っちゃったよ。アイナさん、ありがとね、ワンツー。パチ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 。新しいアクション、ため息をゲット。ため息。完成、おめでとうございまーす。へい、ただいま。アイナちゃんお帰り、遅くまでご苦労様。もうお店の営業時間は過ぎてるし、今日の出来事だけ記録して帰ってくれていいわよ。じゃ、お疲れー。ほい。ということで、今回はこの辺で終わっておきたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを変えさせていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ため息ってどんなの？押せない。これだ。はぁ、めっちゃ落ち込んだ。